この倉庫いつも暗いんだよね。これなんかあったっけ。いや、何もなかったと思う。ここは客室だよ。まあここに泊まっても翌日にはパパに殺されるんだけどね。うわ、残酷すぎるわ。あのね、あの日の仕事の後、地下への入り口を僕が見つけたの。見つけてなかったら僕たち出会えなかったんだね。イブ様にはとても感謝しています。えへへ、可愛いんだよな、こういうとこなんだよな。今日は大富豪の屋敷に行き、はいはいはい、ほいな、あの男にも感謝しなくてはだな。どうしたの、何か書いてあったの。いえ、お父様にも感謝しないとと思いまして、イブ様に出会えたことについては。ん、何か引っかかる言い方だね。ここは確か応接間だったかな。お客さんを最初に招き入れる部屋にしては威圧的だよね。確かにこれ応接間だったんだ。いや、なんかここにさあ客人が座るならまだしも、向こうでしょ客人、こっちでしょ。いやー、ちょっとなんかやっぱ性格が出るよね。パパったら意地悪だよね。あんなに美味しいケーキだったのに。ちょんぼい。ねえ、お人形さん、奴隷って何？イム様は知らなくていい言葉です。そうね。もうこの子には、その、汚いものを一切見せないように していこう。僕は、ここはリビングだよ。僕はよくこの部屋で遊んでるよ。お人形さんあるもんね。あ、僕の一番お気に入りの女の子のお人形さんだ。大切にしている人形には魂を宿る。だからさっき声が聞こえたのか。なるほどね。はい。お人形さんって何でもできるし、器用だよね。羨ましいな。そんなことはないです。すべてイブ様が教えてくださったからです。そう？えへへ、これからもいろいろ教えてあげる。いろいろですか。いろいろね。はい。僕はお人形さんの見た目、かっこいいと思うよ。照れてんな。そうですか。自分はイブ様の白い髪も赤い瞳も綺麗だと思います。えへ、ありがとう。本棚にね、黒いのが結構隠されてたりするんだよね。よし、2階行こうかな。ここはピアノのお部屋、音楽って楽しいよね。うん。はい。そういえばパパがピアノいじってたな。なんか拳銃仕掛けてたり、マジ。どうしたの？この部屋人形が追いかけてきます。え、なんで？わかりませんが、幽霊の類かと。幽霊か。僕、幽霊を化けさに苦手。どうしてですか？死なないから、もう死んでるとか意味わかんないよ。そうですか。誰も理解できない。この部屋鏡しかないんだよね。変なの。え、見る？近寄りたくない。どうしたの？ああ、いえ、なんでもないです。あんな姿、イブ様に見られたくない。この辺になんかあったかな？謎解き。いや、なんか日記が。イブ様はイブ様です。自分が証明します。ありがとう。なんだろうね、この部屋。綺麗だけど。行ってみる？ちょっと聞いてみようか。あ、なんもイブちゃん反応しないんだ。パパと人形さんが仲良くなればいいのに。あの男は自分が来てからイブ様を思うように動かせなくて腹が立っているのだろうな。でももうお前の好きにはさせない。ちょっとやってみるか。わあ、綺麗な十字架だ。あ、取らせないというね。ここはお人形さんの部屋だね。うん。物が少なくて寂しいのはパパがお人形さんには厳しいからなんだよね。そっか。本当に質素だよね。辞書。お人形さんいつもそれ読んでるよね。分厚いけど、何それ。辞書ですよ。たくさんの言葉の意味が書いてあるんです。語彙力上がりそう。言葉がわからない時に便利です。読めない言葉を調べる辞書もありますよ。なんか字が多すぎて嫌だな。使えるようになると便利ですよ。うん。紙など、あ、これは、お、きたー。見てくれ、僕の一番の自信作だ。持っておいてくれたんだね。イム様、良ければこれ持って行ってもいいですか？ん？いいよ。なんで？自分にとって宝物ですから。宝物なんて大げさだ。またいつでも書いてあげるよ。ありがとうございます。やった。やっぱりお人形さんに青いマント似合うね。そうですか？王子様みたいでいいよ、やっぱり。いえ、そんなことは。ところで王子様というと自分は赤いマントのイメージがありますか？確かに。赤は僕の目の色だから王子様は青でいいの。そうなんですか。それに赤は血の色だから。他の部屋だ、あんまり入ったことないんだよね。何があるんだろう。見ますか？いろいろ。いろいろ見ちゃいますか？
あいつね、いろんな仮面とか持ってる。おーわー、仮面がいっぱいある。全部ぶっ壊していこう。結構種類あるんですね。おー、どう？似合ってません。いや、結構良かったと思うけどな。パパは人間を殺すことしか考えてないんだ。そうですね。パパは他の人と違うことを示すために仮面をつけたんだね。そうですね。そうですね、ボット。次、そうですねっていうかな。パパを憎しみから解放してあげたいよ。あ、言わないんだ。パパにこんな過去があったなんて知らなかったよ。聞いたことはなかったのですか？うん。ただ人間は憎いってことしか教えられてなかったから。そうでしたか。そうね。まあ、余計なことは教えない方がいいもんね。パパは悲しかったんだね。生物兵器作りたかったんだもんね。はい。いや、あいつも被害者なんだよな。言うて。この部屋の壺って何が入ってるかよくわからないんだよね。言おうか。武器。武器っていろいろあるよね。モーニングスターとかかっこいい。ニム様に武器なんて似合いませんよ。そう。拳で戦えってことね。まあ、拳の方が似合ってるかもね。ここは図書室、勉強部屋よりいっぱい本があるよ。黒いのはなかったっけ？ここにいっぱいなんかあったな。あ、違う。あれ？あ、やつの決意。はいはいはい。強い生物を作り出す。どっかされましたか？いや、なんでもない。覚えがあるんだよな。神様なんているのかな？じゃあなんでパパはいつも悲しそうなのかな？確かにね。悪魔、お人形さんが悪魔？そうには思えないけど、もし自分が本当に悪魔だったら、イム様はどう思いますか？え？全然気にしないけど、僕の大好きなお人形さんには変わりないもん。嬉しいです。むしろこの人だってさ、作られた存在だもんね。あなたもお人形さんみたいなもんですよ。僕はお人形さんと一緒にお勉強したいだけなのに。イム様。同じだよ、同じ。悔しい、すみません。官能小説見ていく。はい。なあ、2個の方。ダメです、イブ様、それを読んでは。肉んと体が、ね、体が、枯れは、体に、お、せ、の方に手を、し、音読しないでください。どうしたの、人形さん、そんなに慌てて。まあ、内容が気になるけど、読めない漢字多すぎて意味わからないし。助かった。ところで見た漢字、体って単語をたくさん使ってるみたいだけど、何なのこれ。イブ様は読む必要もありませんし、理解しなくてもいいですから。いや、いいじゃん、別にさ。読む分に関しては、よくない？ああ、こんな部屋があるなんて知らなかった。あ、そうなんだ。ハニワ君に紹介していこうか。いや、僕はお助けハニワだよ。ついにここまで来たね。ああ、喋るハニワさんだ。では、ヒントを聞きたいかい？はい。ここまで来たなら、あとは自分の大切なものでも探した。じゃあ、頑張って。ああ、もう探したんすよ。ここは勉強部屋だよ。僕は勉強苦手。あれ、どこだったっけなぁ。目も頭、見た目も頭も押さなくて悪かったね。それがイブ様ですから、いいじゃないですか。そうかな。最低限の勉強は必要ですが。ワン。この子こんなに可愛いのにロボットなんだよ。あ、ロボットなんだ。すごいですね。パパが作ったんだよ。あの男殺人などしないでこんな平和なものを作るのに頭脳を使えばいいのに。確かに。なんでお人形さんを勉強しちゃダメなんだろうね。厄介だからですよ。厄介？なんで？さあ、自分に逆らう知恵がついたら厄介なのだろう。無知の方が操りやすいものだから、そうだよね。反逆者とかね、国語苦手。国語が分かれば本が読めるようになっていいですよ。そう言われましたよ。楽しい算数。僕は算数は得意で、ああ、そうなんだ。理数系か。数字を使うお勉強だよ。何使うんですか？買い物をするときに計算できると便利かな。買い物するのはなと。言われてみるとそれ以上の使い道がわからないよ。確かにね。高校とかさ、数学とか習うけどさ、じゃあ、いざ、その、社会に出たときにそれを使うかと言われたら、使わないよね。ここは会議画室。パパが芸術作品を集めてる部屋だよ。悪魔くんたちはね、どう思うに幸あれ。お人形さん本当に絵が上手だよね。そうですか。そうだよ。すごく上手じゃないか。びっくりしちゃったもん。自分もイブ様の絵好きですよ。そう。ありがとう。はい、はい。
一人生き残った化け物。どうしたの？いえ、何でもないです。自分もあの時早く死ねたら楽だったのに。いや、今まで生きていたからイブ様に出会えたのだから、これでよかったんだ。救われてよかったね、本当に。生きててよかったと思えることが幸せなことよね。で、この辺で、難易度を、デスに変えて。もう近いな、近いな。ほい。OK。難易度をね、デスに直前で変えることが、攻略への近道だったみたいで、っていうか、条件だったみたいで。待ちなさい、イブ。あ、なんか落とした。何か落とした。あ、僕の絵が。これはイブの描いた絵。イブと悪魔と、私。部屋とワイシャツと私。ふん、イブ。よく聞きなさい。何？お前は感情が豊かすぎた。殺人には使えない。つまりもう用済みだ。私の前から消えなさい。その人形とどこかに行ってしまえ。パパ、私を呼ぶな。消えろ。うちは愛情あったんだな。行きましょう、イブ様。イブちゃんは寂しいんだよな。本当は三人仲良くやりたかったんだよね。パパに嫌われちょっと泣いてるやん。悲しい。自分は違うと思いますよ。お父様はあなたを娘として愛しているのです。だからこそ手放したんだよな。え、何言ってるんだよ。そんなわけないじゃないか。もうイブ様を殺人兵器として使いたくなくなったのでしょ。だからイブ様を手放したのです。離れればイブ様は殺人と無縁の生活ができる。お父様はそれを望んだのです。そうなの？あんなことを言いましたが、これも一つの愛の形です。行きましょう、イブ様。お父様が望んだように平和な世界で暮らしましょう。お前は悪魔だけど、ちゃんと生活していけるのか？大丈夫です。お父様はイブ様の絵を持っていきました。お宝じゃなかったの、あなたの。イブ様のことを忘れることはありませんよ。うん、そうだよね。きっとそうだよね。ありがとう、パパ。僕もパパのこと大好きだよ。僕はもう二度と人殺しなんてしない。じゃあ行こうか。はい。あー、よかった。エンディングの句が多分トゥルーエンドか、少女の、なんだって。お、よし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 、エンディングロールいけた。よかったよかった。振り返ることによって、まあ、振り返る、うん、そうね、来た道を振り返ることによって、その、探索ができるっていう、館の中が探索できるようになって、そっからエンディング変わるんだ。え？私の道具として生み出したものが、私の元から離れていく。変な話だな。ん？目から。これは涙。おー。うん。私にはまだこんな感情が残っていて、いたとはな。うん。イブ。お前ならきっと私が手に入れられなかったものを手に入れるだろう。イブ、私の娘、せいぜい幸せに暮らせ。お前、もうちょっと幸せに生きる術あったろう。私はお前のことを嫌でも忘れはしないだろう。でも見続けるんでしょ？その、兵器みたいなの。あー、よかった。仮面の男。愛情一応あったんだな。なんか幸せになる道あったんじゃないかなと思うけどね。まあ、無事にそのトゥルーエンドっぽいが見れたので、これで実況を終わりにしたいと思います。仮面の男も幸せになればいいのに。なんかな、仮面の男他にもそのシリーズ的なものがあるっぽくて、もう一個なんか長編があるのかな、なんかよくわかんないけど、もしかしたらそれも今後プレイするかもしれないです。はい、ありがとうございました。仮面の男でございました。